い波になっております。あー、うわー、すごいね。すげえ、真っ黒です。さあ、おはようございます。よいしょ。おはようございます。キカです。今日は9月の30日です。今日いよいよですね、いよいよと言いますか、台風18号迫り来る、そんな月曜日になっておりまして、 2,3 あたりがちょっとどうなるか、そんな心配な1週間ですけれども、そんなですね、台風18号迫り来る宮古島から1週間お送りします Vlog、 ぜひ最後までお楽しみください。では今週も1週間どうぞよろしくお願いします。あ、そうだ、最初に言ってきます。前回、前々回の Vlog にたくさんコメントいただきありがとうございます。しかも皆さんですね、大変長文で、いつもいつも丁寧なお言葉、丁寧なコメントいただきまして本当にありがとうございます。本当もう短文でもいいんです。あの、京平さんみたいに白髪が似合う男の人はかっこいいですよみたいな、面白かったですよ、そんな一言でもとても嬉しいんで、長文じゃなくてもぜひコメントお待ちしております。高評価もよろしくお願いします。ということで今週も一週間どうぞよろしくお願いします。行きましょう。はい、来たよ、ドン。さあ、やってまいりました。本日はドン、アパレルの広告撮影にやってきました。今日も夏香先生にいろいろ来ていただいてですね、何着あるんでしょう、12着ぐらい来ていただいて撮影をさせていただきます。今日の舞台は眩しい、こちら東江ノ崎です。皆さんは東江ノ崎来たことありますかね。やりますか。うん、頑張ります。ウィーウィー、わ、ごめん、とっちゃん。さてさて、やってまいりました。秋冬シーズンの写真が必要だということで、あ、違う、秋のなんか展示会に向けての写真が必要だということで、このちょっと秋っぽい、まあ宮古で探すの非常に難しいんですけど、なんとなく秋っぽい場所で写真を撮れたらなと思っております。着用の写真と、あとは商品撮影ですね。うわ、やば、すごっ。あ、そうだ、台風18号迫っております。宮古見て、とんでもない波になっております。うわ、ちょっとあれすごいね。うわー、すごい、見てください、荒れ狂っております。といってもまだまだ多分台風18号遠いんですけど、すげー波、皆様気をつけましょう。怖いです、海は怖いです。よし、じゃあ台風来る前に撮らなきゃ。あ、見て、台風対策かな、これ飛ばされちゃうもんね。よいしょ、到着。さあ、やってまいりました。お昼の時間です。今日はシギラの敷地内にありますこちらのレーサーにやってまいりました。It's a pasta star dust garden です。2回目です。行きます。お腹空いたね。頑張ったね。こんにちは、二人です。こんにちは、ありがとうございます。します。大変美味しそうですよ。リゾットもありますよ。いただきます。パリブリ、パリでリゾット食べたんじゃない、うん、あ、トリュフリゾット美味しかった。トリュフリゾットブリのリゾットいただきます。いいお米の硬さ。いや、美味しかったな、あれ。これ熱くて無理。うまい。うまい。うん。しまい。もらっていいですか。どうぞ。イエーイ。シャー。シャー。うん。生地も美味しい。フォーピース。でもやっぱフォーピースもフォーピースで美味しいけど、武蔵小山のピザ屋も並ぶぐらい美味しいと思う。フォーピースは
ピースはあの雰囲気で食べたから美味しかったのかもしれない。暑い。いやー、暑い。久しぶりにこっち側来たね。久しぶりにこっち側来ましたが、なんかいろいろ変わってびっくりしてます。あったはずの緑がなくなっている。すごい、なんかすごい綺麗に舗装されております。キルトンの力でしょうか、これは。さあ、今日のデリバー散歩です。すげえ、ほら、あれもすごいできている。風があります。あー、どうすんだろう、どのタイミングであれしまうんだろう、っていうかあれどうやってしまうんだろう、しまうのかな。やってまいりました、今日は10月の1日、今3時前です。はい、こちら宮古病院のすぐ隣にありますスケボーの敷地です。こちらで林さん練習したいと思います。はい、いやー、暑そうなんでそんな長時間ちょっとできないんですけど、頑張ります。靴を履いてしっかり頑張りたいと思います。そういえばね、この間見てこれ、この間話をした通りですね、今日の朝気づいたら眉毛に白髪が生えてきてました。見える？これ、ここに白髪がいるんですけど、なんでこのぐらいの長さになるまで気づかないんだろうって思うんだけど、突然伸びるよね、この白髪って、ピヨンって。私眉毛がね本当に長いんですけど、気づいたらさ、本当こんぐらいの長さの眉毛とかがいるぐらい、結構長い眉毛がたまに存在するんですけど、まあそれはそれでそのまま放置してるんだけどね、このちょっと白髪の色違いのこの子だけちょっと気になるんで、ちょっとめでながらですね、後で処理したいと思いますが、まずは、スケボー頑張りたいと思います。よし、暑いぞ。これは絶対暑い。難しい。動画見てると体重移動でいけるんじゃないかなとか思ったんだけど、いけるもんじゃないと。むずい。ちなみに私の今の目標はですね、あのオーリーっていうこの飛べるやつで飛んで、こういうなんかちょっと下段差のところにちょっと板つけて降りるみたいなことが願わくばできたらいいなとそのぐらい、そういった目標を持ちながら今頑張ってます。もうちょっとだけ頑張ろう。なんかできてるっちゃできてるような気もするんだけど、どうなんだろう、できてんのかな。できてた、どうでしょう、あれでもうちょっと飛べたらいけるんじゃない、どうですか。いや、もう疲れた、終了、今日は終わりです。お疲れ様でした。いや、疲れた。到着です。とはい、やってまいりました。行きますか。お昼食べましたんで、ドイツ村にやってまいりました。行ってみます。初めてドイツ村に行きます。ではやってきました、ドイツ村。ドイツってさ、なんでドイツって言うんだろうね、なんでだと思う。ジャーマン、うん、英語だとジャーマンでしょ、ジャーマニーでしょ、不思議じゃない、なんでですか。ドイツ人といえばオリバー・カーンですね。知ってますか？ドイツって言えば何？オリバー・カーン。ビア？ソーセージじゃない？ドイツといえば。やってまいりました。入場は無料ですが、なんか入るのにはお金かかるらしいよ。ここでいいのかな？撮影の申請に来てみたんですけど。園内は自由に散策いただけます。こんにちは。お伺いしたいんですけど、なんか撮影のなんか申請みたいなやつってこちらでいいんですか？なんかホームページになんかウェディングの写真はこれを出してくださいって書いてあって、とんでもないです。ありがとうございます、よろしくお願いします。ということで提出しました、申請しまして行ってみる。お城
OK だった？うん、誰もね、こんなの見たことないって感じだった。さあ、やってまいりましたが、どこ行ってみたい？今現在そこです。ちょっとあっちは遠いから、こっちかな。マルクスブルグ城再現したとこ行ってみましょうか。すごいじゃないですか。移動が大変だね。なんでこれ作ったんだろう。すごいですよ、ちゃんとお城じゃないですか。お、すげえ、なんか雰囲気あるね。わあ。これ大きさわかるかな。こんにちは。ちょっとゾクゾクするね。見て、絶対用意ってるで。ご自由にお入りくださいとは書いてはいるが、どうする。これ中700円かかります。本日10月2日になりまして、都内であればちょっと前の天気予報だと台風が、まあ、そろそろ先島諸島石垣とかやってくるんじゃないかと言われておりましたけれども、昨日よりも波落ち着きました。ご覧ください。ちょっとここ風ある場所なんで多分大変聞こえにくいとは思うんですけれども、波はだいぶ落ち着きまして、はい、こんな具合の波になっております。なんで台風はですね、今の天気予報だと台風はもう台湾の南から大陸の方に抜けるんじゃないかということで、台風予報の1週間がまさかの全部晴れと、そんな風な1週間になるんじゃないかと思っております。いやー、わからないですね、本当に宮古の天気がわからない。すごいたくさんいる。皆さん何が始まるのでしょうか。いいね、校外学習。本日のおやつタイムです。じゃじゃん。ウィーン、三栄のリトルマーメイドで買いましたチョココロネ、いただきます。うん、甘い。今日は湿度が大変大変高めです。非常に暑い。まるで大浴場の扉を開けたあの瞬間のような、そんな湿度、蒸し暑さになっております。あー、眠い。カメラ、そうだ、カメラ掃除しなきゃ。さてさて、やりますか。私ですね、今週末から1週間東京とか北海道とかいろいろなところに撮影に行かせていただくんですけれども、その前にですね、ちょっとカメラを掃除というか、まあメンテナンスというか、ちょっとカメラ掃除したいと思いますが、先日というか今年ですね、借りました川崎の家ですね、実は解約いたしました。半年ぐらい経ったのかな。で、そのまあ解約した理由がですね、なんていうの、隣人トラブルっていうんですか、隣人トラブルがありまして、解約をしました。皆さんあります？私ですね、18ぐらいの頃からですね、まあ仮暮らしということで、賃貸暮らしとかしてきましたけど、初めてです。はい。初めて隣人トラブルというものに遭いましてですね。まあその内容っていうのがですね、なんて言うんだろう。普通に生活している、普通にこう部屋で生活しているだけなんですけど、突然ドアがバーンってなるんですね。なるんです。突然なるんですよ。最初はよくあるじゃん。ドアの開け閉めとかでさ、なんかこう気圧の変化っていうの、こう向こうの扉を閉めるとこっち側でなんか勢いよく何かが閉まるみたいな、そういうことでどっかと干渉してんのかなと、あるよねそういうこともと思って楽観的に思ってたんですけど、寝てる時とかはそういうのなくて、我々がこう生活して歩いたり掃除、まあ、何かしらをすると、まあ、その音に反応して突然扉がドーンってなると。で、途中で思って、これはなんか足音が気に食わない人がいるのかなとか。で、自分たちは大きい声で喋るわけでもないんで、足音もそんなバタバタするようなこともないんで、なんだろうと思ってたんですけど、物件自体が鉄製のこう扉になってたんですけど、どうも、下の部分に凹みというか、なんかこう、蹴ったような跡がたくさんあるぞということに気づきまして、これは、まあその何かしらの音とかが気に食わない人が、それをまあ警告するために扉蹴ってるなと、いうことに、まあ気づきまして。まあさすがにちょっと誰が蹴ってるかまで見る勇気はなかったんですけど、なんか、立地も立地で、
ちょっと怖いじゃないですか、川崎って。だから、まあ、このままちょっとここに居座るよりは、身の危険を感じるような、まあ、生活をしててもしょうがないなと思うんで、退去することにしました。というか、皆さんあります?そういう隣人トラブル?住民トラブル?自分だったら、皆さんだったらどうしますかね?その、ちょっとした物音とかに、過敏に反応する方がいて、注意しに行ったりします?どうしたらよかったでしょうね、私はね。私は、まあ、退去するっていう選択を取りましたけど、皆さんだったら、いや、皆さんだったらどうしますかね。いや、でもね、結構怖かったですね。あ、逆もあるのか。逆もありますね。逆に突然そういう風な、まあ、被害者っていうとどっちが被害者かわかんないけど、逆にすんげえ足音うるさいとか、そういうこともあるのか、それに対してどうすればいいかみたいなことか、上に子供がいて走り回っている音がやたらうるさいとか、テレビの音量がとにかくうるさい家があるとか、それとこそ隣が YouTube のゲーム配信者でなんか一人で絶叫してるとか、そんな隣人トラブルとかあったりしますかね?あんのかな?でも、2、3000人ぐらいこの動画を見ていただいている方が、もしもいるのだとするならば、もしかしたら何人かは、そういったことってあるのかな?今まで一回もなかったんで、だいぶ驚きました。っていう話ですね。はい。なんで、また今後ですね、賃貸暮らしはちょっと諦めまして、ホテルを転々としながら、まあ、撮影をさせていただく、そういう風な、まあ、生活になります。まあ、それが気楽でいいかもしれないですね。予約したり探すのちょっとめんどくさいんですけど、まあ、それもそれで楽しみたいと思います。よし。できた。できました。よし。はい、やってまいりました。ドン。18時8分です。大変です。本日の夕方散歩なんですけれども、すごい雲なので唐突ではありますけれども、ちょっと皆様にご覧いただこうかと思います。これが台風18号の影響なのか、行ってみたいと思います。ご覧いただきましょう。ほら、見てください。わかります？この雲。ちなみに今、まあ、6時8分で、一応日の入りは6時半ぐらいになるんですけれども、すごいです。こっちね、ほら、伊良部島が真っ黒。うわ、海きれい。やばくない？大丈夫ですか、夏川先生。うわー、すごいね。見て、うわー、すげー、真っ黒です。なんだか大変恐ろしい状態になっております。なんかね、波はそんな強くないんだけどね。向こう側池間の方ですけど、あっちも全然見えない。なんかね、波がないっていうか、常にあるって感じで、新月でしょ、もうすぐ。もうすぐっていうか今かな、まあ、とりあえず大潮なわけです。すごー、真っ黒です。あっちもすごー、真っ黒です。本当はこんなに明るいはずなのにね。ほら、うおーというような感じです。10月2日。さて、上がってまいりましたが、っていうかもうすでに暗いからみんな明るく見えるのか。これ本当はこのぐらいの暗さかな。わあ、なんか鳥がざわざわし始め、うわ、風が冷たい。絶対だ、無理だ、これは帰ろう。わ、めっちゃ風が冷たくなってきた。わ、これはやばいぞ、これはやばい。風が冬みたいな風になってる。この感じはゾクゾクします。危ないです。寒い寒い。なちゃん、寒くなったよ。来る？開けてみ。びっくりするから。来る。来るね。あー。今日は皆さん、台風前の給油でしょうか。それとも水曜日特売日だから混んでいるのでしょうか。
特売日だから混んでいます。特売日はいつも行列です。わーわー、落ち着いた。いやー、よし、それでは皆様給油してきます。ちなみにここの給油が一番安いと思う。このアプリと特売日とアプリクーポンを使いまして、さらに楽天ポイントが貯まりますと。それでは皆様、良い1週間、良い週末を過ごしください。また来週。え？うわー、ドン。今日は10月の4日6時前です。はい、よいしょ、お待ちかね、夕方散歩の時間です。よし、行きます。すごいよね、やっぱこのリゾート感をずっと維持できるってすごいよね。40年でしょ。ほら、我々先日お世話になったのがあの部屋ですね。もう一回泊まりたいよね。ここね、ここいい眺めだったね、うん、3泊ぐらいしたい。3泊させていただきたいです。ぜひ。すごい快適だ。よかったね、静かだしね。洗面台の位置とか斬新だったよね。だったっけ。コメントも多かったからね。ああ、都の東急さんファンの方は大変多かったんではないでしょうか。うん、コメントがとても多かった。うわー、だけど見て、このどんどん風景が変わっていくからね。出入り禁止になってる。うん、だってここさ、去年か一昨年のトライアスロンの時はまだあったんだよね。これはこれでなんかすごい壮大だけど、ちょっとめっちゃ抜けてる。わあ、全部持ってかれてるって感じなんだろうな。だってこっから橋があったんだよ、我々まだ来た時は。そうだよ、こっから橋があって桟橋になってたのがこの場所だったの。多分桟橋はね、台風だから今片付けてんだと思う。でもこっから階段で行けたんだけど、階段がもうない。いやー、すごいね。でもここもよく作ったよね。それからここを作ったんだもん。すごくない？おお、すごい。これはこれでちょっとすごいけどね。どうよ。ここを抜けると海でした。よいしょ。うわ、あっち綺麗。風がない、全然。全然風がない。わ、あったかいぞ。あったかー。ぬるいか。ぬるい。ぬるいです。綺麗です。穏やかになりました。だいぶ穏やかになりました、宮古島でしたね。今週は台風18号にいろいろ踊らされましたけど、結果的に台風対策ネットなど張ってる様子もほぼなかったですね。面白い。そんな宮古島より1週間お送りしました Vlog、 どうでしたでしょうか。お楽しみいただきましたでしょうか。宮古の様子伝わりましたでしょうか。明日からまた東京の方出張で行きますんで、あ、その様子もちょっとだけお届けしましょうか。はい、どうぞ。よし、着きました。到着ですと。はい、着きました。お疲れ様です。どっかしょ。お疲れ様でした。宿泊施設に着きました。じゃあこれから私はですね、髪を切りに行きたいと思います。明日東京、来週は札幌と、結婚式、まあ、髪をセットする機会が増えるので、髪をさっぱり、あ、そう、ほら、見て。ほんのちょっと、まあ、伸び切りました髪をですね、1000円カット行ってきたいと思います。10分カットっていうのかな、あれ。すごい多分早くちゃちゃってやってもらえると思うんですけど。はい、それで髪をさっぱりしてから、次はですね、来月岐阜県にある旅館の広告撮影がありまして、その打ち合わせにその足でそのまま品川に行ってまいります。ということで、まずは髪を切らなきゃいけないですね。こんなもんかな。
よし。そんなこんなで、川崎の賃貸のお家からホテルになりました。ちなみにこのホテルは京急川崎駅直結ということで、今日雨降ってるんですけど、雨に濡れることなく改札出て徒歩10秒っていうね、立地にあるんで、大変便利な。そしてやっぱホテルっていうとこうやって荷物も預かってくれるんで、東京来たついでにホテルに荷物を届けてもらって、そのまま持ち帰るというね、そういうこともできるんで、大変便利だなと。でもやっぱ楽だよね。洗わなくていいもん。掃除しなくてもいいもん。本当に、だってもう、ご近所トラブルがないと。これが何より、嬉しいことなんじゃないでしょうか。ちなみにこれ私の今年の冬服なんですけど、いかがですか？どうでしょう？こちら。私の今年の冬服になります。いい感じでしょう。ということで、これから今4時前になるんですけれども、これから1000円カット行ってきまして、品川での打ち合わせ行ってきますということで、また次回ですね、東京でのウェディング、それから札幌でのウェディングだったり、広告撮影だったりとか、まあいろいろ続きますけれども、その様子含めてまた来週も、あと1000円カットですね、どんな感じの仕上がりになるのか、ぜひ次回の Vlog もお楽しみにということで、また次回お会いしましょう。また来週、最高でした。ではまた来週。それいいですね。また来週。